中学2年生の終わりの方、冬ぐらいに中学2年生に行った時が、学校に、あ、そうですね、ホワイトスクールに、留学みたいな、留学ブラ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 ヘブライ語でアラビア語を習ってきたことです。一週間行って、二回目なんですけど、合わせて二週間ぐらい行って、やっと発音、ヘブライ語の発音ができるようになりまして。すごいな。どういう発音言ってた？ふっていう感じ。はい、一番好きな食べ物は、ひよこ豆の、とバクラーバヘブライ語で習ったのはアニー、ヘベ、オタフどういう意味？ I love you アニー、おへべ、おた。どうもありがとうございます。